ジョバンニ・ジュスティニアーニロンゴは、ジェノバ共和国の海軍軍人、東ローマ帝国のプロトストラトル。1453年のコンスタンティノープル、包囲戦において、ジェノバ人とジェノバルオキオスのギリシア人からなる700人の部隊を率いて、防衛軍に参加した。ジュスティニアーニは、全く個人的に資金を用意し、傭兵部隊を組織して、東ローマ帝国に入り、 東ローマ皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスから陸上の防衛を任された。彼は防衛軍をまとめ、ギリシア人とジノバ人とベネツィア人の反目を抑え、オスマン軍の砲撃を受けた城壁の修復に当たらせるために防衛側にとってなくてはならない存在になった。この最後の包囲戦においてもコンスタンティノープルが2ヶ月にわたり持ちこたえたのは、 彼の力によるところが大きかった。1453年5月29日、オスマン軍の最後の総攻撃が始まった時、城壁の上で戦っていたジュスティニアーには砲撃、もしくはクロス棒によって負傷させられた。その負傷場所についても文献によって腕や足、腰など諸説あるが、ともかく彼は持ち場を離れざるを得なくなった。彼が鍵のかかった城門を開けて、 市内へ退却したため、恐怖にかられた、守備兵の一部がこの門から脱出しようと試み、防衛軍に動揺が起きた。ジュスティニアーニが負傷し、守備兵の士気が下がったのを見て取ったスルターンの目フメと二世は、再度攻勢をかけるよう命じ、ついにコンスタンティノープルは陥落した。ジュスティニアーニの進化たちは、主人を連れて何とか、町を脱出したが、 ジュスティニアーニは傷がもとで6月1日に死去した。遺体は清ス島に運ばれ、サン度目に故協会に葬られた。墓はおそらく1881年の地震で失われてしまったが、いくつかの碑文が現存している。ありがとうございます。